エデッサの戦い。信仰勢力のサーサーン・朝ペルシアがローマ帝国に勝利した。画像は、ナクシュイルスタムの魔外像で平服するローマ皇帝、ウアレリアヌスと機上のサーサーン朝皇帝シャープール一世が浮き彫りにされている。軍人皇帝時代、ローマ帝国全体の政情が不安定となり、半世紀に20人余りの皇帝が乱立される。 混乱期を迎え外敵の侵攻も勢いを増した。画像はグランデル・ドビシの石棺でローマ人とゲルマン人の戦いが彫刻されている。被壮者は軍人皇帝でキウスの息子とされている。3世紀は西暦201年から西暦300年までの100年間を指す世紀。三国時代、五冠の滅亡とともに各地で軍友が相争う時代に突入した。 今日でも、人気の高い小説、三国支援儀の舞台として有名である。蜀の劉備とその儀兄弟漢王室の末裔とされる劉備とその同志たちは、三国時代の軍友のうちでも知名度が高い。画像は一堂に会した劉備、関羽長飛を描いた18世紀の画家桜遊紀間の絵画。竹林の七軒儀から進むにかけての政治的な混乱から遠ざかり。 聖断をした人々で後世の中国の知識人のモデルともなった。画像は室町時代の日本の絵画、小江州政治の展開。三国時代から精神にかけて複雑な愛称を伴う名器としての政治が江南各地で製造された。画像は上海博物館所蔵の政治神邸壺で壺の上部にある楼角や人物像に特色がある。橋墓興奮。 日本最古級の古墳で山とととひももそひめ命の墓との伝承がある。また、山大国紀内説では卑弥呼の墓に否定する考えもある。ミイラン遺跡。桜間間砂漠の南方に位置し、最域南道のオアシス都市として各地の文化が混交した。画像はミイランの仏教人遺跡にあった有翼天使の壁画で、ローマ的な顔立ちが特徴的である。 パルミラ遺跡の列中道路。パルミラ女王ゼノビアは、ローマの混乱に乗じて自立したが、アウレリアヌスミカドによって滅ぼされた。ドゥラエウロポス遺跡。ローマ帝国東端の要塞都市で257年に、サーサーンアサに占領され、廃墟となった。画像はこの地にあった、ユダヤ教のシナゴーグの壁が、モーセと燃える芝。カラカラ浴場。ローマ市民にとって、 歴代のローマ皇帝は、自らの名を冠した浴場を新設することで、人々の支持を得ていた。コロニア・アグリッピネンシス。ローマ帝国内での属州各地の地位の上昇とともに、ガリアでも独立政権が生まれ、この地がその首都となった。画像は220から230年代に作られた、ディオニソスのモザイクで、ケルンのローマ・ゲルマン博物館に所蔵されている。 ベネツィアにあるテトラルキアの像。ディオクレティアヌスにより、ローマ帝国は、聖帝二人と副帝二人の、計四人で統治されることになった。五冠義職クレセイシン日本白木征伐を前に、釣り占いをする、神宮皇后と竹内スクネ。ありがとうございます。